どう？ダンス部部長の信頼は得られたと思うけど、テストは合格ってことでいいのかな？そうですね。正直驚きました。あんなにあっさりと彼女の信頼を得てしまうとは。私が何度アプローチを試みても警戒されるだけだったのに。あー、なんかミスケンめちゃくちゃ警戒されてるみたいだったな。何はともあれ、私としてはぜひ八神さんにミスケンの顧問になっていただきたいです。おう、そいつはよかった。ってことは変質者疑惑も晴れたのかな。ええ、その説は失礼しました。それに実を言いますと、あの隠しカメラの目的なんとなく察しがついてきましたし。え、マジで？生徒を監視するかのように設置されたカメラ、八神さんが探偵だったこと、そして世間の耳目を集めている江原明宏の痴漢裁判、それらのピースを並べていくとぼんやりとですが八神さんの目的が推察できる気がします。まあお仕事の邪魔になってはいけませんから、首を突っ込むつもりはありませんが、とにかく八神さんのことは私から理事長に話しておきましょう。顧問をお願いしたいと。そりゃ助かるよ。だけど部外者がそう簡単になれるもんなの、顧問って。ええ、外部指導員という形であれば。ただその場合監督役を校内の先生に担当していただく必要があるらしいんです。名前を貸してもらうだけで顧問としての指導は八神さんにお願いすることになりますが、外部の方に部活を任せる以上必要な手続きのようでして。監督役、そういうもんなんだ。引き受けてくれる先生いるかな。そこは大丈夫です。実は以前に理事長が名前を貸すだけならいいと約束してくれたんです。半ば勢いで押し切る感じでしたが。え、そうだったの？理事長も教えてくれればいいのに。さっきはどこも手が足りてるとか言ってたけど。まあ本音ではやりたくないのでしょうね。責任だけは監督役の先生が取ることになりますから。ミスケンはいろいろなトラブルに首を突っ込む厄介者、そう思われているようです。はは、なるほどね。それでは八神さん、改めましてどうぞこれからよろしくお願いいたします。ああ、こちらこそな。八神さん、後でまた部室に来ていただけますか。私たちが追っているとある事件のことでぜひとも相談に乗っていただきたいのです。なんだ、パパ活の他にも厄介な事件が。ええ、それよりももっと厄介かもしれません。実はパパ活女子の件もその厄介な事件の一部である可能性もありまして、その話は時間がかかりそうですので、また今度詳しくお話しさせてください。なんだかよくわからないが、時間ができたら顔出すよ。おうっす、みんなお疲れ。頑張ってるね。お疲れ様です。今度ミスケンの外部指導員になった八神っていうんだ。バスケ部のみんなにちょっと聞きたいことがあるんだけど。何です？三越芝って先生が教育実習で来てたでしょ、少し前、10月ぐらい。ああ、三越芝さん。でも途中で急に来なくなっちゃった。誰かその辺の事情知らないかな。じゃあさ、どんな先生だった？いい人だったとか
嫌なやつだったとか。嫌なやつだなんて全然。っていうか熱血な感じ。そうそう、ほとんど毎日ここに顔出してたよね。三越葉さんの代結構強かったんですよ。だから俺らにも動け動けって顧問より大きな声出して。じゃあ君らにも結構フレンドリーだった。そうっすね。あれ、そういや今日高田たちは2年2組まだ来てないですね。マッツンとか茜も。その子たちがどうかしたの。三越葉先生、2年の高田って子がお気に入りだったんです。ん、なんだそれ。高田さんなら少し知ってるよ。三越葉が気に入ってたっていうのはどういう意味で。すごく指導が熱かったんです。高田は高校入ってからバスケ始めたんで。うちは部員ほとんど経験者なんです。だから高校から始める人はよっぽど運動神経良くないとついていけないっていうか。それで三越葉先生がよく高田の面倒を見てくれてすごい助かってましたよ。へえ、本当にいい先生だったんだ。まあそうっすかね。ただ高田自身はどう思ってたか分かんないっす。ん、三越葉先生はしごいてやってるつもりだったんでしょうけど、結構いじりすぎかなってこともあって、みんなの前で高田にシュートさせてから今のが悪い見本だって晒したりとか。じゃあ三越葉は高田さんを笑いもんにしてたってこと。まあ悪く言えば。でもそれも愛情表現みたいな。三越葉先生だったもんな、高田のことをエロいエロい言い始めたの。ボール磨く時の手がエロいとか、他に取り柄ないのかとか。あの子胸でかいから。そうそう、だから三越葉先生が急に学校来なくなっちゃった時、二組の子たち噂してたもんね。こうだとなんかあったんじゃんって。なんかあったって不適切な関係とか、それがバレて教育実習クビになったんじゃないかって。噂だけどなくもないって感じ。え、嘘。三越葉先生どこ熱血させてんの。やだウケるなるほど、それで高田さんのことをエロ女って。あの、もういいですか。高田さんと2年2組の部員がまだ来てないんだっけ。それってよくあることなの。いえ、だいたいみんなこの時間には揃ってるはずなんですけど。さあ、まだ教室なんじゃね。話聞かせてくれてありがとな。よくわかったよ。どこ見てんだ。こっちだろ。ねえバカじゃないの、どういうつもり。急にバスケ部辞めるなんて、あんたそんなこと言える身分。いきなり辞めたらお前の雑用誰がやんの。無責任って言葉知ってるか。あ、もしかして昼のことで調子に乗ってる。クラスの連中が味方してくれたって。だから部活もぶっちか。そんな勝手許されると思ってんの。でも私。でも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 って、だから何なんだよ。なんでお前なんかが私らの足引っ張んの。絶対許さないよ。許さないってどう許さないんだ。てめえまだいたのかよ。
不審者。皆さんご覧ください、不審者です。学校の教室に不審者が現れました。ふん、清涼高校ミステリー研究会外部指導員。はあ？理事長先生からご指名を受けてわざわざ外部からボランティアで来てる。矢上探偵事務所の矢上だ。え？まだ君らには伝わってなかったみたいだな。不審者呼ばわりは多めに見てやるよ。でもこれからは毎日来るつもりなんで、よろしく。俺らもう部活なんで。ああ知ってるよ。頑張ってな、マッツン。嫌なやつらだね、あいつら。大丈夫？はい。高田さん、俺は探偵で君に聞きたいことがあって来たんだ。三越場ヒロについて。彼、2ヶ月前教育実習に来て、その期間中急に来なくなったろ。その時、何か彼に変わったこととかなかったかな？トラブルを抱えていた様子とか、見慣れない人が周りにいたとか。それを、なんで私に聞くんですか？さっきバスケ部で君が三越場とよく話してたって聞いたんだ。私が三越場先生と？いや、聞いた話と違ってたみたいだね。ならいいんだけど、これから俺ちょくちょくこの学校に顔出すからさ、よかったら仲良くしてくれると嬉しい。んじゃ。私今日八神さんの声に助けてもらいましたよね。私毎日ずっと誰も助けてくれなくて、でも私も自分がいじめられてるって言えなかったから、みんな当然みたいにしてるし、笑って見てる人だっていたし、でも今日はみんなが私のために声を上げてくれたんです。びっくりしたけど、あの時最初に私を助けてくれたのは八神さんの声ですよね。かもね。やっぱり。そっか。ありがとうございました。私、今日みんなの声でやっと自分が今までひどい扱いされてたって分かったんです。私もバスケ部のあの人たちにちゃんと嫌だって言ってもいいんじゃないかって。それで部活辞めることにしたんだね。高校に入ったらバスケをやるのが夢だったんです。子供の頃読んだ漫画がかっこよくて、下手でも一生懸命頑張ったら仲間が増えたりするの。だからきつい練習でも頑張ろうって思ってたんです。なのに逃げてやめるとか、かっこ悪いですよね。高田さんは何も悪くないよ。ただ世の中には不公平がいっぱいあって、それを居心地がいいと思ってる連中が山ほどいるんだ。人を見下すことでしか笑えない連中がね。そんなのにいちいち向き合っていくなんて、俺は時間の無駄だと思う。そういう時はさ、やっぱり逃げていいんだよ。八神さんは強い人だからそんな風に言えるんです。じゃあさ、逃げるって言い方変えてみようか。え？バスケは
部活でなくたってできるし、場合によっちゃ学校に通うことだって絶対必要なもんじゃない。どうしても諦められない夢なら、どこか他にも必ず道がある。その道を探すことをさ、何も逃げるなんて言い方しなくたっていいと思うよ。そんなのってありですか？なんかずるくありません？まあそう固いこと言うなって。ミスケンの外部指導員なんでしたっけ、八神さん。ああ、もし何か相談があればいつでも言ってよ。例えばバスケ部を辞めさせてもらえないなんてことがあったら。はい、頑張ってな。ねえ探偵さん、八神さんだっけ？ああ、そっちは部活に行くんじゃなかったのか。あのね、マッツンと榊ってさっき私と一緒にいた男子たちが御子柴先生のことで話したがってるよ。は？八神さんに協力できるかもって。なんか調べてるんでしょ？御子柴先生なら私たち結構仲良くしてたし、いろいろお話できると思うんです。それでね、八神さんには今までのことを水に流してもらえると嬉しいんだけど。急に塩らしいんだな。やっぱりほら、まずいもん。うちら先生方には内心とか握られちゃってるし、八神さんの口から妙なことチクられちゃうと進路に響くわけでさ。マッツンたち今このすぐ上のフロアで待ってるから、話だけでも聞いてもらえませんね。お願いします。この通り。なるほど、そうやって俺をおびき出したいわけか。何人くらい待ち構えてんのかな？上のフロアは3年生の教室だっけ？先輩たちも味方につけた。証拠もないのに疑ってくるんですね。傷ついちゃうな。大人にそんな目で見られたら誰だってひねくれちゃいますよ。マジでショック。わかった、いいよ、話は聞く。友達にすぐ行くって伝えといてくれる？本当？あざーす。こっちですよ、八神さん。わざわざお呼び立てしてすんません。御子柴先生と仲良くしてたんだって？え、ちょっとよく聞こえないですね。もう少し近くで話せません？まあそれもそうだな。ここにいるみんな、御子柴先生をよく知ってるのか？いや、先輩方がよく知ってるのはハンピン・リューマンの方です。ハンピン・リューマン、ここらのギャングだよな。ああ、俺あん中にダチがいてさ、女連れで遊び行くと歓迎してくれんだよ。たまに小遣いだってくれるし、まあそういう関係なの。でさ、何か困った時はハンピンの名前出して構わねえって言われてんのよ。
女の子を売る代わりによくしてもらってるわけか。強いお友達に。バカも使いようだ。おだてて味方につけときゃいい用心棒にもなる。道具はまず使い方を覚えなきゃ。遊び半分でいい気なもんだ。いつか気づいた時には向こうから食い物にされてんのがオチだぜ。気ぃつけとくよ。でもあんたは俺らより自分の心配が先だろう。今後俺らに少しでも手出したらハンピン・リューマンに歯向かったってことになるんすけど、状況分かってもらえましたかね、八神さん。とりあえず俺らに詫び入れときましょうよ。当然慰謝料もつけて。それ参考までにおいくら？100万。持ち合わせがなきゃいい闇金知ってるよ。そっちは清流会ってヤクザがやってる。ギャングの次はヤクザか。そんなのちらつかされちゃ子供扱いはできないな。あ？もう一発のギャングだよお前らは。抵抗した分は慰謝料上乗せね。はあ、分かってるじゃねえか松井。よっしゃやるぞ俺、袋だ。しばらく寝とけっての。目がてめえ。見えねえだろ。もらった。ざけんな。え？あいつ飛び降りたんすか？いや、どっか影に隠れてやがんだ。ちょろちょろゴキブリみてえによ。お前ら探しに行ってこい。見つけたら知らせろ。俺はそれまで一服してくるわ。オッケー、わかった。さすが余裕だな。先輩、俺らはどうしたら？お前らは俺と来い。一緒にヤニ食いながら報告待ってようや。チス、お供します。先輩やっぱ超強い、かっこいいです。まあな、可愛い後輩たちのためだ。
どうすか先輩、教室です、タバコの味は。わざわざそっちからやられに来たか。おい、アカネ、他の先輩呼んでこいよ。うん、わかった。気をつけた方がいいよ、タバコ。先生に見つかったら大変だろう。けどまあ、お前らしつけがなってないみたいだから、代わりに俺が少し指導してやるよ。あ？なんだと？てめえ、こっちに来てやがったのか。どうだ、余裕ぶっこきやがって。今度は逃がさねえ、きっちり仕留めてやるよ。調子乗ってんじゃねえよ。おい、なんなんだよ。なんなんだよこいつ、こんなのって強すぎだろ。いや、さっきの俺に詫び入れろとか慰謝料がどうのって話。え？あれまだ続けるか。いえ、それも忘れてください。じゃあこれからは仲良くしてもらおうかな。痛いさ、肩が。ヤガミさん、ミコシバのこと全部聞かせてくれ。あいつとは仲良くしてたんだろ。ミコシバ先生はその放課後はほとんど毎日バスケ部にも顔を出してて、現役の俺らからするとちょっと面倒くさいくらい。顧問が席外すとすぐ頼んでもないのに熱血指導してきて、例えば全員に10本出しとか当たり前に命令するし、で一人でも制限時間を超えたら連帯責任つってもう10本。すぐ初心者の高田が穴だって目をつけられました。三越場は高田さんにだいぶきつく当たってたんだって。そりゃあいつはどんくさいから。1年の後輩まで高田にはイラついてましたよ。
おかげで部に一体感は出たけど、初心者の女の子を一人みんなで寄ってたかって貶めてチームがまとまった。ご立派だよ。神輿場には両親から失踪届まで出てる。今も消息不明だ。何か事件に巻き込まれた可能性がある。じゃあ高田に殺されてたりして、地上のもつれとかで。面白い推理だな。もっと続けるか。いえ、やめときます。沢先生とは何か話したんですか？神輿場先生のことなら一番詳しいと思いますけど。沢先生が言うには神輿場は優等生だったし、実習もうまくやってた。あとはバスケ部の OB で面倒見も良かったとか、そんなとこ。あれ、そうなんすか？そんな印象いい感じに言ってました。ん、なんかおかしいか？いや、沢って実習中なんかずっと神輿場先生にそっけなくて、だから俺そのこと神輿場先生に聞いてみたんです。そしたらやっぱりそういうことだったらしくて。ん？神輿場先生って昔この学校で同級生が自殺したらしいんですけど、その時沢からいじめてたんじゃないかって疑われたんですって。だから今もそれを引きずってるみたいだって、寂しそうにしてましたよ。沢先生が神輿場をいじめの加害者だと。俺神輿場先生に実際いじめやってたんすかって聞いたら、あの人笑ってごまかしてたけど。私は英語を教えてただけですが、神輿場君は成績優秀でいい子でした。この間の教育実習でも後輩の生徒らとうまくやってたし、だから。あの先生が神輿場を本当はどう思ってんのか、もう一度聞かなきゃだな。沢先生、もうお帰りですか？いえ、さっき理事長に呼ばれてたみたいです。じゃあ理事長室？ええ、外からお客さんみたいでした。よくは知りませんけど。そうですか、どうも。これは怪しいな。
失礼。八神さん、彼らは神奈川県警です。三越馬君の失踪について話を聞きたいとのことで。それで沢先生に話を。ええ、しかし何が起きてるんですか。あなたも三越馬君のことを聞きたがっていた。警察から説明があると思います。多分彼らも俺と同じ情報をもとに動き出したはずですから。三越馬君はもう生きていないんですね。やはりそうなんですか。